皆さんこんにちは。アンプやケーブルを変えると音が変わることがあります。アンプだけ変えたんだから、ケーブルだけ変えたんだから、その音の違いを聞いたと思うかもしれませんが、そうではありません。理屈を知らないとアンプにはアンプの音がある、ケーブルにはケーブルの音があると思い込んで、終わりの見えない試行錯誤をする結果になります。今回はアンプやケーブルを変えると音が変わる理屈を分かりやすく解説していきます。乾電池に豆電球をつなぎます。乾電池2個で 3V になります。豆電球が明るく光ります。次に豆電球を2個にします。するとどうなるでしょう。豆電球の明るさが半分になります。これは豆電球にかかる電圧が2つに分かれてしまったからです。分圧されたとも言います。豆電球を抵抗に置き換えます。片方がスピーカーです。アンプはもう片方の抵抗と電池を含んだものに相当します。電池のところを信号源に置き換えます。アンプによってこの抵抗の大きさが違います。抵抗が十分小さいアンプの場合は豆電球1個の場合と同じです。この場合アンプの音が直接スピーカーから出てきます。抵抗がスピーカーと同じくらいの場合は豆電球2個の場合と同じです。この場合スピーカーから出る音が半分になります。アンプの電圧は何も変わっていません。ここは常に一定です。以上がアンプを変えるとスピーカーの音が変わる最も簡単な説明です。今の話は音量が変わるだけですが、実際は音色が変わって聞こえます。わかりやすく説明しますので少しだけお付き合いください。一般的なオーディオアンプは低電圧駆動です。低電圧駆動というのは、相手のインピーダンスがどのように変わっても電圧を一定にする駆動方式です。インピーダンスは難しそうな言葉ですが、周波数で値が変わる抵抗と思っていただければ結構です。ダイナミックスピーカーは電圧を音に変換する変換器です。これは基本的に低電圧で駆動したときに特性がフラットになります。ということは、低電圧駆動のアンプでスピーカーを駆動すれば、スピーカーから出る音がフラットになります。以上が基本的な原理です。豆電球の例ではスピーカーを抵抗に置き換えました。実際のスピーカーはこの抵抗が一定ではありません。こちらはクリプシュ R15M の例です。横軸が周波数で縦軸が抵抗です。周波数によって抵抗がかなり違います。これはヤマハ NS10M です。スピーカーのインピーダンスは製品によって違うし、ぐにゃぐにゃになっています。このぐにゃぐにゃの中にはスピーカーの電気、機械のすべての特性が含まれています。スピーカーはマグネットやコイル、振動板で構成されています。振動板が動くと空気の抵抗を受けたり、逆起電力が発生します。これらの結果がこのぐにゃぐにゃです。ところでこのぐにゃぐにゃは音に影響しません。スピーカーは低電圧駆動で特性がフラットになる変換器でしたから、
停電や速度をさえすれば音はフラットになります。一方、アンプは負荷のぐにゃぐにゃに合わせて電流を流さないといけません。これができないと低電圧を維持できなくなります。これを確実にするためにフィードバックという仕組みが使われています。この図はアンプとスピーカーを接続したところです。下向きの三角はグランドで、お互いつながっています。回路図ではこのように省略して書かれます。アンプの中身を見ると抵抗があります。この抵抗が出力インピーダンスです。アンプの出力インピーダンスは単なる抵抗と考えていただければ結構です。この抵抗はフィードバックループの外にあります。半導体アンプではここがほぼゼロですが、ヘッドホンアンプや真空管アンプではその負荷に近い値を持つことがあります。この場合どうなるでしょう。アンプは低電圧駆動ですから、アンプの電圧はフラットです。スピーカーのインピーダンスはぐにゃぐにゃでした。このような接続をするとアンプの電圧がお互いの抵抗比で分かれて、スピーカーの入力のところに同じ形のカーブが現れます。2つの抵抗で電圧が分かれることを抵抗分圧と言います。ダイナミックスピーカーは電圧を音に変換する変換器でした。ということはこのカーブがそのまま音に変換されます。これはアンプのインピーダンスカーブでイコライジングした結果と同じです。この音をインピーダンスカーブの音と呼ぶことにします。抵抗が外にあっても同じ結果になります。これがケーブルを変えると音が変わる理由です。アンプの電圧は何も変わっていないことに注意してください。出力インピーダンスが十分低い場合はアンプの電圧とスピーカーの電圧が同じになります。この場合アンプを変えて音が変わることはありません。このカーブはお互いのインピーダンスから単純計算で出てきます。つまりアンプを変えた時の音の変化は計算で予測できます。わざわざスピーカーを通して音を聞いてみないとわからないことではありません。パワーアンプでは出力インピーダンスをダンピングファクターというスペックで表しています。これはインピーダンスカーブの音の出にくさを表すスペックと言えます。過去の動画ではインピーダンスカーブの音をダンピングファクターの音と言ってきました。どちらもイメージしづらい言葉です。適当な言葉があればご提案いただけると嬉しいです。この図の中でアンプの音と言えるのはどれでしょう。それはここです。これを観察しようと思ったら抵抗負荷を使う必要があります。これでアンプの音を外に出してみることができます。視聴ではこのようにスピーカーをつなぎます。この状態でアンプを変えると音が変わって聞こえますが、この状態で聞こえるのはインピーダンスカーブの音でアンプの音ではありません。ところでアンプの音を耳で確かめる意味はあるのでしょうか。最近のアンプは歪みもノイズも聴覚限界のはるか下です。誰が聞いても違いがはっきりしない結果になるでしょう。このことは以前ブラインドテストで実証しました。
アンプはどれを選んでも停電や蓄動で特性がフラットです。このことを知っていればアンプの音を確かめる目的で視聴する意味はほとんどありません。停電圧駆動のアンプに音の違いはないという話でしたが、違いが出る場合があります。それは停電圧駆動が崩れた場合です。これは最初のところでお見せしたインピダンスカーブです。この一番低いところがアンプにとって厳しい部分です。アンプの能力が足りないと、ここで電流が足りなくなって低電圧で駆動できなくなります。するとこんな風に特性に現れます。この能力はアンプの仕様に書かれています。それが定格出力です。例えばこの製品は2オームのところでは240ワットまで低電圧駆動を維持できます。これ以下で使う限り音が変わることはありません。インピダンスが低い時の定格出力はカタログに記載がない場合がありますが、音が変わってしまった場合はボリュームの上げすぎです。定格出力を超えないようにボリュームを絞ってください。このカーブの中にピークがあります。イコライザーを使って同じようなピークを作ります。試しに 100Hz のピークを作りましょう。このイコライザーにこのような 100Hz の波形が入ったらどんな結果になるでしょう。 100Hz を強調するイコライザーだから単純に振幅が増えるだけと思うかもしれませんね。こちらは実際の結果です。振幅の成長と減衰が遅れています。過渡応答が悪くなっています。音でも電圧でもピークが見えるということは、そこのところの過渡応答が悪くなっているということです。特性がフラットであれば過渡応答が悪くなることはありません。つまりアンプはスピーカーの過渡応答には直接関係しません。アンプやケーブルを変えると、お互いのインピダンスの分圧でインピダンスカーブの音が生まれます。これがアンプやケーブルを変えると音が変わって聞こえる原因の一つです。F 特のピークは単なる強調ではありません。過渡応答が悪くなることを表します。このピークはインピダンスカーブの中にありますから、スピーカーを通した音の過渡応答が悪くなります。アンプの特性は常にフラットですから、アンプに過渡応答の違いはありません。インピダンスの低い負荷をつないで音が変わる場合は定格出力を超えた結果です。定格出力の中で使う限り音が変わることはありません。オーディオ機器を視聴するとき、音量をきちんと合わせていない場合は理屈以前の問題です。これまでの音が変わったという報告のほとんどは音量の違いを聞いただけの可能性が高いと思います。今回の話は複雑ですので、確認テストを用意しました。よろしければトライしてみてください。この図はアンプとスピーカーをつないだ様子です。右のグラフは周波数特性です。この例では2台のアンプで音が違って聞こえます。アンプを変えると音が違う場合がありますが、その理由は次のどれでしょう。
一番の音には音色がありますが、これは何の音でしょう？一番の音は下頭応答が悪くなっていますが、なぜでしょう？インピーダンスの低いスピーカーをつないだら、音がおかしくなりました。この場合、どうしたら改善するでしょうか？ご視聴ありがとうございました。